皆さんこんにちは。セラフェの元愛犬家住宅です。今回はチベタンテリアについてのご紹介をいたします。チベタンテリアは飼い主を喜ばせることが大好きな犬種で、家庭犬に適しています。約2000年前からチベットで幸福を招く守護犬として神聖化されていました。当時の人々から神聖化されていたため、売買されることはなく、感謝の意味を込めた幸運をもたらす贈り物として扱われていたようです。チベタンテリアと名前にテリアがついていますが、これはテリア種とは関係なく、サイズがテリア種と同じぐらいだったことからついたそうです。チベタンテリアの性格上、室内で飼い主とまったり過ごすことも好きですが、屋外でドッグスポーツを行うもの好きな犬種だそうです。以上でチベタンテリアについてのご紹介を終わります。愛犬との暮らしに関する些細なご相談から承ります。お気軽にご相談ください。